かメカとかに最近ハマってんだ。確かにロボって強そうでかっこいいよね。ママもロボットだったらもっと面白いのにな。ママがロボット？でもママがロボットになったらきっと大変だよ。どうして？だって人間じゃなくなるってことだもん。ああ、そっか。ロボットって人間じゃないんだ。ちょっと、トキビ！晩ご飯のお手伝いしてちょうだい！はーい。あー、ウィーンガシャン！ウィーン、ウィーン、ウィーンガシャン！はい、いただきますして、はい、残さず食べなさいね。せーの、いただきます。あれ？ママの分の晩ご飯は？あー、ママはいいのよ。ママはこれだけ。なにそれ、歯の物みたい。あー、こら、歯のやめなさい。なにこの匂い。もうやめなさい、本当に。まったく、残さず食べなさいよ。なんか臭かったな。車乗った時にする匂いみたいな感じだった。なんかガソリンみたいな匂いがしたね。ママ、あれ本当に飲むのかな。ママ、ご飯食べ終わったから持ってきた。あら、歯のえないわね。えなのここにつけといてちょうだい。あ、はい。ママ、その手袋何？お皿洗う時に手が荒れちゃうでしょ。だからゴム手袋してるのよ。緑色で可愛いね。鼻もつけてみたい。ダメ、鼻を火事を邪魔しないの。早くお片付けしていきなさい、お部屋の。ママの秘密教えてあげるから、ちょっと来なさい。はい。実はね、ママロボットだったのよ。だから晩ご飯にはエネルギーになるガソリンを飲んでいたし、腕が取れちゃってもすぐつけれたのよ。ママロボットだったの。ママがロボットなんて知ってショックかしら。ママがロボットなんて。ママがロボットって知って嬉しかった。もっとかっこいいママ見たい。ダメよ、ドキミもパパ、ママがロボットって知らないんだから。じゃあママとハーノの秘密？そうよ、ママとハーノだけの秘密よ。約束できる？お約束する。わかった。じゃあもう明日も幼稚園早いんだから早く寝なさい。わかった、早く寝る。おやすみ。はい、おやすみね。はい、タレがないわね。ここにもないわ。どこやったのかしら。あ、そうだ、ここよ。にゃーん、次の腕どうしようかしらね。フライパンなんていいんじゃないかしら、これに。あ、でもこれだとこうやっていじっちゃなきゃいけないから微妙だね。パパ、お弁当忘れてるわよ。ウィンガシャン、ウィンガシャン。ねえねえ、ハーノ、最近ママなんだか変じゃない？そうかな。ハーノよくわかんないな。ご飯食べてるところも見ないし、動きもなんだかカクカクしてる気がするし。ハーノ知らないよ。実はママがロボットなんてことはハーノ知らない。ママがロボット？言っちゃった。嘘でしょ、ママがロボットだったなんて。ママがロボットなんてかっこいい。嫌だよ、ママは人間じゃなきゃ。明日ママが本当にロボットなのか聞こう。信じられないよ。
ときみお姉ちゃん。ねえ、ママって本当はロボットだったの？私信じられないよ。あの、あんた秘密を喋っちゃったのね。ごめんなさい。嘘だよね、ママ。ママは人間でしょ？腕は冷たい。人間じゃないからね。信じられないかもしれないけど、本当にロボットなのよ。嫌だよ、ママがロボットなんて。私だって、ときみたちにバレたくなかったわよ。でも、バレちゃしかない。ママ、ママロボット、活動停止します。活動停止します。爆発まで残り5秒。え、分かって、何、どういうこと。あ、ママ、ママ、3、2、ママ1。何があったの？爆発した。頭カラカラするよ。ママが。ヘペロンしか残ってない。そんな、爆発しちゃったからだ。ママがロボットだったらいいなんて言わなきゃよかったよ。あらららら、やっぱり間に合わなかったわ。ただいま。二人きりにしてごめんなさいね。どういうこと。実はママ、ハーママとどうしてもお出かけしたくって、もう代わりにママロボットにいろいろ価値とかお願いしてたのよ。そんなことありえるの？ママの知り合いにロボットが作れる人がいて、試作品だけど試してみないかって言われて、でも試作品だからもしかしたら調子悪い可能性もあるし、爆発するかもって言われてたのよ。だから焦ったわ。よかった。もうママがロボットがいいなんて言わない。うん、ママはやっぱりいつものママが一番だよ。いつものママがいいなと思った子はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿ノリを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。